サントリューシュル・ロワールは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。コミューンは、歴史的なブルターニュの一部であり、歴史的な地方区分では、ペーナンテに属する。ロワール側に隣接しており、18世紀から19世紀にかけて、南都トの名士たちが建てた邸宅が点在する。かつて、南ント司教の住居があり、 20世紀半ばまでコミューンは農村であった。その後、大規模住宅地の出現を含む何との都市拡大に連れて変化した。第二次世界大戦後に優勢であった野菜生産の市場は住宅地やその他経済活動によって圧迫されて消滅の危機に瀕している。県内におけるサントリューシュル・ロワールの1ベルビュー集落とロワールコミューンはロワール川の右岸にあり、 南都の東6キロメートルに位置する。サントリューの地形は、ロワール川の存在によって特徴を付けられる。北から南へ、川へ向かって丘陵が伸びていく。それらは、それぞれがコミューンを1、3ずつ構成する三要素からなっている。北は、標高3 5ルの大地である。そこから、なだらかな丘陵の中原が広がり、ロワールの川床につながる。 コミューン面積には、ロワールに浮かぶ島も含まれる。南東部にあるクレマンティーヌ島である。サントリウは、南都のバンリューの最も古い環状部分の一つで、経済発展も南都への近さと密接である。1970年代まで、コミューンは、集落が散在し、農村の特徴を維持し続けていた。町はもともとシャトウド小セの近くに集中していたようで、ある。 コミューン面積の西側に境界が集中し、いくつかの家がまとまっていた。集落、または村落は、最古の村では、最も重要であった。1960年代から2000年代に急速に、町が拡大する一方、町の中心部は、比較的、小さく、2011年まで小規模な集団住宅がある領域のみを指していた。古い時代を想起させるものは、 21世紀の農家や貴族の家に残されている。こうした古い建物の一部が都市部に含まれ、全般として規模は小さい。貴族の住宅で現存する14箇所のうち、質の良い建設遺産と定義されたものは町の南東地区にある。1844年に南東ウルレアン間の鉄道が開通した。1851年に開設された駅の場所は、 町の中心部から遠く離れたコミューン南東部だった。堤防の建設は、鉄道線路地帯を洪水に対応させるためであり、これが、町の成長を決定づけた。800年代、地名について言及がある。チャシャカム、閉産者によっては、チェゼル、チャサーリニアム、シャセリオカムとなる。古文書の保管人であったレオン・マイトルとポールド・ベルトによれば、中世に、 地名のシ,ャシールとその亜種は水湯川の水源を指し示しているという。水湯川はコミューンの西側を流れる小川である。この名前は1076年より公文書上で農場を指し示すのに使われるようになる。12世紀初頭、セルシーを守護聖人とするサントリュードシェフサイユ教区が形作られる。15世紀の間、教区の領域は全体がサントリュース。 または、サントルシーの名で指し示されている。公式に、サントルーチェの綴りが生まれたのは1793年で、ハイフンを含んだ地名サントルーチェとして1801年の法令に記されている。1920年から現在のサントルーチェシュール老王となった。ブルトン語文化協力公使設法人によって割り当てられた。 ブルトン語の地名は15世紀のラテン語の綴りサンクタ、ルチアを参考にしてサンティスルセンである。ガロ語ではサントルックスである。封建制度の下でフランス革命までコミューンの土地はなんと白陵そしてなんとのセネシャルカンクの一部であった。851年に一帯はブルトン人支配下に入り、 ジェフセイルはブルターニュ王国そしてブルターニュ公国の一部となった。視聴者の古い部分であるシャトード・ショーセは何都市京が田園地帯での住居としていた建物である。この場所には明らかに6世紀から建物があった。シャトード・ショーセには6世紀にセーフェリックスが住んでいた。シャトーの場所はかつてローマ時代のビラカーエックハムがあった。位置は地域圏内で最も古い。 ドゥローンを経由して、南んに至る、ローマ街道のルート上であった。村には、ガロローマ時代から人が定住していた。1076年、南都と市教ゲレシュ二世、ドコルヌアイユは、兄弟ブノワに、カンペリュレにある強力なサンドクロワ修道院長の、地位を与えた。修道院の農場の一つはその名を、シャシールといった。15世紀の間、教区の土地は、 全体がサント・リュースの名で指し示されていた。サント・リュースは当時墓地の真ん中に建てられていた教会の守護聖人の名にちなむものである。この教会は村の入り口から入って西側にあった。1532年連合法によってサント・リュースを含むブルターニュ公国はフランス王国に併合された。1598年4月13日、 司教フィリップ・デューベックの招きに応じて、かの有名な直令に署名する前にアンリ四世は、サント・リュースに滞在している。1626年、南ンへ赴く途中に、最初リシュリューが、京区のシャトー・ドライに滞在している。フランス革命の間、町の一部で犠牲者が出た。法官が、ロワールガ子に停泊していた。1811年8月11日、 皇帝ナポレオン一世がサントリューを通過している。19世紀の間、サントリューは、なんと名士たちの別荘地に選ばれ、そのために、邸宅の建設や再建が行われた。1844年、サントリューの南側を通過するトゥールなんと間、鉄道路線が付設されて、予算が出るようになった。1851年8月、駅がコミューン内に誕生した。 1878年には新しい教会が建設された。1893年、フィロキセラ流行のため、ブドウ畑の大半が壊滅し、それまで自治体の農業活動のうち最も活発であった、ブドウ栽培が打撃を受けた。第二次世界大戦中、サントリューはドイツ軍占領地帯の中にあった。 187人の野菜栽培農家がかつてなんとに移り住んでいたことからその恩恵を受けていた。しかし、1948年に実施された復興開発計画によって彼らは退去しなければならなかった。当初から農村であったサントリウは、1960年代に始まる急速な都市化以前には野菜生産の事業に起因するが、 ロワール川の砂を採取する以外に、産業はなかった。参照元、1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降、INSEE、ハット ABCDEFGP78P79 イルネフォーパルカンフォンドレアベックルヌーボー、シームティアインウガ EN1935 イセ、トルーベント EN フェイス、デール、オトラコテデラリュ、ABP226、 ありがとうございます。